ちょっと大丈夫ですか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ。大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。 素人か。俺は中にいるんだ。このぐらい何とか耐えろ。だな。何だ。何か来る。喋んな。隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。 私だけが君たちを救う。君たちの魂は純化された。来るべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。 集え。良き終わりはそこにある。 選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。 やらなきゃいけないことを知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他？誰もいないぞ。こいつ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。
前には消えてもらおう。仕方ねえ、まずは付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払いバブだからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。あいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おう。奴に話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ、こんな時だからな。それもそうだな。Thank you.
ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。でも力は得られる。妹ってのは病人なのか。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後を近づける。それでいい。恐れずにやることが重要だ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。
し、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。状態で補給をしておけよ。できていないぞ。一気に引き抜いてやれ。上出来だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で呼吸をしておけよ。
嫌な気配がする。なんだ。どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。
もう一人。お前は。ふん。愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。周りに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリオ。頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。
マリー！マリー！ここは…おい、しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。なんだこの霧。ここはダメだ。引き返せ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。
ちょっと無鉄砲すぎるか。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付ける。守りを固めろ。片付いた。あとは鳥居だな。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥から霧が出ていたのか。使えそうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。
なんだこりゃ。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。受けられるかどうか、さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。何？今はいい。先を急げ。おい、怪我するぞ。離れろ。
なんだろこれ。だよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。
筋がいいぞ。コンビニか、何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。店頭のチラシまたはウェブでほっと一息、頼りになります。富士屋マート。片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな。珍しいものが売ってるな。キュウリだけ持っていてもな。こういうの意外と買っちゃうんだよな。あ、エンジンがある。好きなんだよな。CS ベイブステーション、新商品のご案内です。トントン。